再開いたします。次に泉谷貴志議員に質問を許します。泉谷貴志議員、私は社会民主党市民連合の一員として先に通告しました事項について質問いたします。12月議会においても同様の質問をいたしましたが、学校現場で働く教員などの多忙化を解消するため何が問題で何をしなければならないのか、国の動きが加速化している現状を踏まえつつ、市が進める教職員の多忙化の問題と学校給食費の公開経営へ向けた取り組み方について伺います。以下のいくつかについては昨年任命された教育長に改めて認識を求めるものもありますので、よろしくお願いしたいと思います。ご承知のとおり文部科学省では一昨年9月22日に新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な対策について方策について地方教育審議会に諮問を行い、中間まとめが示されました。これを踏まえ文部科学省として学校における働き方改革に関する緊急対策として昨年2月9日事務次官通知を発しました。さらに今年3月には改めて取り組みの徹底について事務次官通知が発せられました。その中において学校における働き方改革の目的は現在の教師の厳しい勤務実態を踏まえ教師のこれまでの働き方を見直し、教師が我が国の学校教育の蓄積と向かい合って自らの授業を磨くとともに日々の生活の質や教職員人生を豊かにすることで自らの人間性や創造性を高め、子どもたちに対して効果的な教育活動を行うことができるようになることですと明言しております。学校徴収金の徴収管理については学校以外が行うべき業務としても、います。さて、まず給食費の会計の在り方と徴収方法についていくつか伺います。はじめに本市においては学校給食費は公会計ではなく市会計としていますが、なぜ市会計としているのか、その根拠をとしている内容をお示しください。またこの現状をどう認識しているのかお聞かせください。次に本市の給食費の徴収は現在3つの方法を採用していますが、それぞれの徴収方法に問題はないのか認識をお聞かせください。次にこのことも私は大きな問題と捉えているわけですが、給食費の振込手数料を保護者に負担させている状態を続けていくべきではないと考えますが認識を示してください。中項目2つ目は教員の多忙化をどのように解決するかということであります。今学校では先に述べたように国が積極的に多忙化解消に取り組んでいます。本市の教員についても少しでも一日でも早い解決に向けて取り組まなければならないと思います。一方で生徒の学力向上推進のためのテストの実施や生活指導に対する国、県並びに保護者からの指導や要望は多岐にわたり、教職員が多忙化から解消されるには大変厳しい実態にあることも現場の声として聞いています。このような中で今年3月に発せられた事務次官の通知は教員の働き方改革を早急に進める必要があるからと考えますが、改めて市内の学校教職員の実態を踏まえた上でこの事務次官通知に対する認識を示してください。合わせて昨年の第1回目の通知以降1年半の中で教員の多忙化解消に向け市が取り組んできた内容とその効果について示してください。次に中項目3つ目給食費の公開経営の移行について伺います。中央教育審議会がまとめた働き方改革の方策に関する答申において、給食費の徴収や業務管理業務については、基本的には学校以外が担うべき業務であると指摘し、文部科学省に公会計導入や徴収業務に関するガイドラインの作成を求め、去る7月末にそのガイドラインが示されました。ガイドラインがどのようなものであったのか、内容を示すとともに、市の認識を示してください。さて給食費を公会計へと移行している自治体が増えています。昨年9月定例会における私の質問に対して教育部長は
公会計への移行には約2年程度が必要であること、さらに市独自の課題もあり検討していきたい旨の答弁があったわけですが、国のガイドラインが示されて以降どのような動きがあったのか、取り組み内容を示してください。次に大項目2つ目、持続可能な地域農業の充実策について伺います。中項目、各種土地改良事業に対する支援策について伺います。今農政を取り巻く情勢は、 EU アメリカとの農業分野における経済連携協定は世界各国との競争にさらされ、米や畜産物などすべての農産物の下落が懸念されています。また平成30年度から米の直接支払い交付金の廃止により、農家や農業生産法人等の経済的打撃は農村の持続的可能性を奪うものとなっており、好転の兆しが見えない状態にあります。そのような中にあって、農業生産基盤である水路等の農業用施設の維持管理を担う土地改良の現状も大変厳しい状況にあると考えます。市はそれぞれの土地改良が置かれている現状をどのように捉えているか認識を示してください。さて、国は農村の果たす役割は農産物を生産し国民の食を守るだけでなく、人々の生活に潤いを与え、あるときは災害の防止にも役立つ多面的機能を持った国民にとって重要な財産であるとの認識から、その維持管理に対して支援をしています。それが日本型直接支払い制度として平成26年度からスタートした農地の多面的支払い交付金です。この交付金には農地維持支払い交付金と資源控除支払い交付金があります。農地維持支払いは農業を支える共用設備の基本的な維持管理に対する交付金であり、対象となる活動は水路の泥上げ、農道の敷砂利補充、ため池および農地のり面の草刈りなどとしています。農地維持支払いでは農業者のみで活動組織することを活動組織を作ることも可能で、対象の農用地に支払われる単価は10R あたり田は3000円、畑は2000円です。また資源工場支払いは共用設備の軽微な補修などの共同作業および共用設備の長寿命化に対する交付金で、共同作業とは水路の機能診断およびひび割れ補修、共用設備の軽微な補修などを主に行う作業です。共同にはこれら施設の軽微な補修のほかにも、農村環境保全運動および多面的機能の増進を図る活動がある。農村環境保全活動では植栽運動活動または生物調査などが行われます。また多面的機能の増進を図る活動には、田んぼダムの建設などによる防災減災の強化があり、その他水田漁道の設置等の幅広い作業を含むとされており、対象の農用地に支払われる単価は 10R あたり田は2400円、畑は1440円となっています。それ以外にも活動要件のさらに厳しい長寿命化などがあります。この制度は担い手農家に集中する水路農道等の管理を地域で支え、農地の集積を後押しすることであるとしていますが、交付金を受け実施している地区において事業の効果は具体的にどのように現れているのか示してください。また活動組織への交付金額と経済的効果を示してください。併せて活動組織の現状をどのように分析しているのか示してください。次に、全国的に自然災害が多発する中、ため池の崩落による災害が予想され、国は早急な対策を講じようとしています。このような中、大戸地区のため池が一部崩落し、県営事業によって改修が進められようとしています。しかしこのような復旧工事は農家負担が生じる事業であり、家計に大きくのしかかってきます。米価の下落や農業を取り巻く昨今の状況を鑑みれば、市における土地改良事業などの補助事業枠の拡大や補助率の引き上げにより農家負担の軽減を検討すべき時期に来ていると考えますが、認識を示してください。次に、大項目3つ目、防犯等などの維持管理についてです。
防犯等などの役割と管理及び負担のあり方について3点お伺いします。1点目は防犯灯と街路灯についてです。この2つの施設には違いがあるのか伺います。合わせて市として規定している基準はあるのか示してください。2点目は防犯灯の設置、 LED への切り替え、電気料金等、小規模な行政区にとっては大きな負担となっています。市は夜間における防犯の防止、犯罪の防止及び通行の安全を図るため防犯灯を設置または維持管理する町内会等に対し補助金を交付することとしています。補助の内容を示すとともに市は住民負担をどのように認識しているのか示してください。次に七日町や本町など商店街等が設置したシンボリックな街路灯は閉店後も点灯されており、これは一般市民や観光客にとって安全な通行のみならず防犯の役割も担っている大切な施設と考えます。しかしこれら防犯灯の維持管理経費は個別商店や商店会にとってかなりの負担となっているのではないかと考えますが、市としての認識をお伺いし壇上からの質問を終わります。譲谷隆議員のご質問にお答えをいたします。はじめに持続可能な地域農業の充実策についてのうち土地改良区の現状認識についてであります。土地改良区は土地改良法に基づき県知事の認可により設立され、農業用水の確保、農用地の改良、保全、集団化並びに土地改良施設の維持管理を担っております。また主な財源は組合員の受益者付加金であるため、農家人口の減少などの影響を受けやすい組織であると認識していることから、市といたしましても土地改良施設や農業用水の適正な維持管理などの事業目的に応じた支援を行っているところであります。次に多面的機能支払い交付金の活用による効果についてであります。現在本制度を活用している103の組織におきましては、除草や水路の浚渫などの共同作業並びに農道水路の軽微な補修等が実施されており、適切な農業農村環境の保全、地域コミュニティの醸成、担い手への負担軽減などが図られているところであります。また活動組織への交付金額と経済的効果につきましては、平成30年度に活動組織へ総額2億900万円が交付されており、その効果は農業農村の有する多面的機能の維持、発揮が図られるとともに、安定した営農活動や生産の効率化につながっているものと認識しております。さらに本制度の趣旨である地域資源の適切な保全管理や、地域住民の協力体制を構築する活動が各組織において定着してきたところでありますが、その一方で今年度更新手続きがなされなかった組織が13組織あったことから、構成員の高齢化や担い手の減少、書類作成等において課題を抱えている組織もあるものと認識しているところであります。次に土地改良事業等の補助事業枠の拡大と補助率の引き上げについてであります。県営土地改良事業で実施する大戸町親地区のため池改修につきましては、国営土地改良事業等における負担金の取扱い基準に基づき、国が 55%、 県が 29%、 市を含む地元負担が 16% であり、地元負担の 70% を土地改良区が、 30% を市が負担することで事業が進められております。このように国等の示す基準に基づく補助率を原則としておりますが、公共性が高い土地改良施設の整備にあたっては農家負担のあり方について検討を行ってまいります。なおその他のご質問については教育長及び主管者よりお答えを申し上げます。教育長。
お答えいたします。教員の多忙化問題と学校給食費の公会計の移行についてのうち、学校給食費を私会計としている根拠についてであります。学校給食費を公会計とするか私会計とするかは、それぞれの自治体が地域の実情に応じて判断すべきこととされております。本市では給食開始当時、学校により給食提供に差があったため、私会計で進めてきた経過にあり、現状については各調理場ごとに適切に運営しているものと認識しております。次に、学校給食費の徴収方法についてであります。学校給食費の徴収方法は、現在30校中、保護者の金融機関の口座振替としている学校が25校、口座振替と現金集金の選択制としている学校が3校、現金集金の学校が2校となっております。これらの徴収方法につきましては、それぞれに会計監査を受けており、適正な管理体制となっているものと認識しております。次に、学校給食費の振替手数料の保護者負担についてであります。学校給食費の口座振替等に要する手数料につきましては、受益者負担の原則により、保護者のご理解のもと負担していただいているものと認識しております。次に、国の通知に対する認識についてであります。本市の実態につきましては、県の教職員多忙化解消アクションプランが示す業務繁忙な時期において、時間外勤務が月80時間以下の目標値に対し、6月の勤務時間調査においては、80時間を上回った教員は小学校が約 10% の36名、中学校が約 22% の54名となっており、国の通知が示す時間外勤務の抑制について、今後も継続的に取り組む必要があるものと認識しております。次に、多忙化解消に向けた市の取り組みと効果についてであります。教育委員会では、県のアクションプランを踏まえ、部活動の練習時間の上限や休養日の設定、児童生徒一斉下校日、夏季休業中における機械警備による学校閉庁日の設定等に加え、部活動指導員や ICT 支援員、特別支援員、図書館支援員等の人的配置を行ってきたところであり、その結果、中学校では勤務時間の短縮等、一定の効果が見られているところであります。次に、文部科学省から7月末に示された学校給食費徴収管理に関するガイドラインについてであります。ガイドラインでは、公会計化等により見込まれる効果や、公会計化の手順、徴収に関する参考様式などが示されており、公会計を進めるにあたっての手引きとなるものと認識しております。次に、公会計化に向けた昨年度からの取り組みについてであります。公会計化することにより、教職員の負担軽減が図られることや、取扱金融機関が増えることにより、保護者の納付にかかる利便性が向上すること、予算決算を議会に報告し、市の監査を受けることにより、透明性の向上が図られることなどの効果が見込まれます。一方で、徴収管理システムの導入や、給食費の徴収、食材料の発注支払い、各学校との連絡調整など、さまざまな課題があることから、これらの課題解決に向けて、徴収の方法についての具体的な検討や、会計処理の方法などについて研究を進めてきたところであります。市民部長。お答えいたします。防犯灯と街路灯の違いと設置基準についてであります。防犯灯は夜間の犯罪防止および通行の安全確保のため、地域の生活道路などに町内会が設置する照明灯であり、市は要項に基づき設置費用と電気料金などの維持管理費の一部を補助しております。また町内会の区域外で通学路等の防犯上危険な箇所については市で設置しているところであります。街路灯は住宅地区の道路や公園、商業地区などに設置されるものであり、設置者は市や県、国、商店街等さまざまでありますが、美観に配慮し良好な景観を確保するための照明灯であります。次に、防犯灯への補助の内容と町内会の負担に対する認識についてであります。
補助の内容につきましては、設置に対して経費の2分の1以内で1棟につき1万5000円を上限とし、新たに専用ポールを立てて取り付ける場合には3万円を上限としており、電気料金につきましては1棟あたり年額1000円を上限として交付しております。また防犯棟は夜間の防犯の一助として町内会が計画的主体的に整備を行うものであることから、地域の皆様とともに安全安心な街の実現に取り組むための共同事業として補助しているところであり、負担の軽減が図られているものと認識しております。観光商工部長。お答えいたします。商店街等における街路灯の維持管理費についてであります。商店街等に設置される街路灯は商店街の魅力向上を目的として商店街自らが設置しているものであり、市としては設置に要する費用や電気料に対し商店街の負担軽減を図るために支援を行っているところであります。最近では一部商店街において会員数の減少に伴い各事業者の負担が増える場合もあるものと認識しており、引き続き状況の把握に努めてまいりたいと考えております。以上でございます。譲谷隆議員。それでは再質問をさせていただきたいと思います。こっちかどっちだ、ですね、まず学校給食の公開化へ向けたその取り組みについてお伺いしなければならないんですが、文科省がですね、昨年の2月、そして また今年の3月ということで、追いかけるようにこの緊急の通知を出したわけです。というのはやっぱり働き方改革、これが具体的に進んでいないからだろうということで、しつこく出したのかなというふうに私は認識しているんですが、そのことに対するまず認識を聞かせてください。あと文科省の方でさまざま工程表は発表しております。とこの工程表に基づいて市はやっぱりしっかりと動いていかなければならないのではないかなというふうに思っていますので、そのこの考え方に基づいて動くということで、確認してよいのかお願いをします。あとですね、公金とその公金、公会計にする、市会計にするというのは、それぞれ、裁量に任せてあるんですよと言ってるんですが、国が今回公会計化に向けて進めなさいよというふうにこう言ってるというふうに私は思ってるんですよね。そういうふうに国は公会計にしろというふうに言ってると思ってます。その辺についての認識をお聞かせください。教育長。お答えいたします。まず働き方改革の認識について、その国は非常にスピードが遅いので通知を持って各市町村あるいは県教委を動かそうとしているということについては私もそのようには考えております。ただ本市としましても、本市独自の働き方改革、教員の多忙化についての解決策には取り組んでおりますので、今一生懸命やっていて、各学校の教員の勤務時間も少しずつ減ってきているというような認識でおります。二つ目ですが、工程表に基づいて動くのかという部分につきましては、工程表を目標にして動いていくというのは間違いございません。それから国は学校給食費の公開経過を進めるように指示しているのかということですが、進めることが望ましいと言ってますので、現在検討を進めている段階でございます。以上でございます。泉谷隆議員。国がその公開経過をその望んでいるということだとすると、この給食費っていうのは公金っていうような取り扱いをある意味しなさいよっていうふうにも捉えられるような気がするんですが、いつまでも自由ですよって裁量に任せられてから自由に俺たちはやるんだっていうことではなくて、市も公金ですよというふうな認識のもとに話を進めないと、事業というかこれからのことを進めていかないと、一般の負担をしている保護者の皆さんはですね、やっぱり市って一体何やってるのかなというふうに思うと思うんですよ。でガイドラインも出されたわけですね。で、
研究を進めてきたということではありますが、市のですね、今のその実態からする、職員のその、配置とか、私は優秀な職員がいっぱいいるので、これだけガイドラインが示された中で、いつまでもその足踏みをするということにはやっぱりならないんではないかなというふうに思うんですね。これはきっちりと公開経過を市もやっていきますよというようなことをきちんと打ち出さないと次に進めないのではないかと思うんですが、いかがですか。教育長。現在公開経過に向けて解決すべき課題について研究を進めております。公金という考え方は当然公開経過になれば公金ですので、それが望ましいとは思っております。例えば課題いくつか簡単に申し上げますと、公開経過になりますとこの給食費そのものが市の歳入歳出に組み込まれますので、基本的には食材の発注から会計全般処理がすべて公開経過となりますので、この部分のレベル感を完全にいっぺんにそこまでやっていくのか、あるいは教職員のいわゆる多忙化解消の段階からいけば徴収義務をまず公開系でやっていくのか、その段階もきちっと精査していかなくてはならない。それから18の各調理所がやってたのを一つの公開系にしていきますと、当然事務量も非常に膨大なものになりますので、その職員の配置あるいはできるだけ簡素化するためのプログラムの導入等も現在研究しております。もう一つは食材等も公会計で一括管理になったのに調理場によって違うメニューだっていうのもおかしくなってきますので、食材を18調理場分いっぺんに集められるのか、今までの業者さん大勢いるわけですが、その人たちの整理をしながらいっぺんにその例えば地産地消でやってきているようなものなどの食材も賄えるのか、そこら辺の研究も進めていかないと、全体的ないわゆる本当の公開経過ってするためには難しい課題があります。あともう一つは公開経過によって市が集めることによって今度は逆に未納が増える可能性もございます。その未納の処理を事前にどう対応していくのかっていう部分につきましても現在研究を進めてますので、そのような研究を整理してから早急に判断しなくてはいけないというふうに思っております。以上でございます。泉谷隆議員。今未納が増えるのではないかという話がありました。現実に、公開経過したところについては未納は増えてないですね。あともう一つですね、給食費を払わないまま卒業して しまっているという実態が全国にいっぱいあるという例を聞いております。会津若松市ではそういった例はないですか。教育長。基本的には年度末の段階でまでに学校あるいは給食センター等が努力して各家庭回って徴収を進めてますので、年度を越して卒業もっていうのはほとんどないのではないかなというふうには思っております。徴収義務は非常に大変ですので、その段階でとにかく卒業までにいただくということで努力はしている状況にはございます。完全にゼロかどうかっていうデータは今ございませんので正確な数言えませんが、非常に努力してそれはないようにしているというところだけお答えいたしたいと思います。以上でございます。泉谷隆議員。今教育長が言いました、ゼロではない、ゼロではないはずです。これは誰かが負担しているということは確実に分かってますので、まずその食材費の考え方ですが、各学校でさまざまな個性を持った食材を使うということは全くいいし、それは公開系に持っていくにはそれほど障害ではないんではないのかなって私自身は思ってます。で2年かかると言ってますね、大体部長の話 で2年かかるということはもうそろそろ方向性が見えてこないとおかしいんでないのかなという気がするんですね。市として独自のマニュアルをきちんと作って、各学校ごとのマニュアルをやっぱり作ってですね、それに合わせていけば何もそんなに難しい問題ではないのではないかなというふうに思っています。市長に伺いますけれども、各地方公共団体の長に置かれてはということで、この通知の中に徹底についてってあるんですが、
各教育委員会が進める取り組みについて積極的なご支援をお願いしますって改めてこれ言ってるんですね。で、取り組み状況については取り組み状況を把握して公表するっていうまで言ってるんです。ということは進め方が遅いのと、早いのと、それはもう明らかに分かりますよということなんですね。市の位置づけっていうのは分かってくるわけです。だから一生懸命 前向きに進めないと、いつまでたってもこの緊急の通知っていうのは役立たないと思うんですが、いかがですか、市長も含めて。市長。組長宛てにその緊急の取り組みについて、把握するようにというような内容だと思いますけれども、教育委員会と連携してその内容については随時把握をさせていただきたいと思います。ただ移行する際の課題については今教育長から申し上げたとおりでありますから、やはり現場の混乱を招かないようにしていかなければいけませんので、そのための研究をさせていただければと思います。いずれは高橋議員。つまりしっかりしたビジョンがないと前には進まないです、これ、いつまでたっても。で、保護者にずっとこのまま負担をかけたままでいいのかっていうことです。振り込み手数料も含めて、これは長く続けるべきではないと思うんですけれども、いかがですか。教育長。先ほど解決すべき課題について申し上げたとおりで、研究進めてきてますので、いつまでも長時間かけて研究だけで終わるという考えではおりません。ただ課題の解決をしないうちに急いでフライングしても間違った部分が出てくると困りますので、今早急に進めているというふうにご理解いただきたいと思います。泉谷貴志議員。ぜひお願いしたいなというふうに思います。次に多面的支払い交付金の件についてお伺いしたいと思います。103組織で、2億900万が、いわゆるその市の方にですね、お金が落ちてきているわけですね。経済効果は私も十分あるのではないかなというふうに思っています。で、残念ながらその13組織が、継続ができなかったということがありました。実際現場の声を聞くとですね、非常にその書類の整備が大変だというようなことがあるようで、なかなか後継者、それをその処理する後継者が育たないということがあるようです。それについてしっかりと市がですね、指導していかないと、ボロボロとこれがですね、減少してくるのではないかなというふうに思っています。で、それぞれの組織にしっかりとした対応をしていく。していけばですね、今103組織だって言ってるんですが、約市の半分だと思うんですよね、組織が出来上がっているのは。面積的にはどれぐらいか私は分かりませんが、おそらく半分ぐらいかなというふうに思っています。そうすると全体、市全体で地域が一生懸命頑張ろうということで取り組めばですね、5億円近くのお金が実は入ってくるような感じになるんです。もちろん市の負担も4分の1ってありますけれども、その分のお金が経済効果として現れるということは確実だと思うんですね。で、米の直接支払いで、廃止になって、今年度からですね、これ、やっぱり2億5000万ぐらい減ってるわけですね。それ考えると、この事業はやっぱり市の経済にとって非常に有効だというふうに思うんですけれども、農政部長の考え方、お聞かせください。農政部長。はい、お答えいたします。まず米の直接支払い交付金、今ご指摘いただいたように、29年度で、交付が終わりまして、約2億4500万円ぐらいの、交付があったものがなくなったというのは事実でございますが、農水省によりますと、この金額については、多面的、今質疑をしていただいている多面的の事業に、財源として振り返るというふうに明言されていますので、そういった意味では、減った分は別な形でこちらに入っているという認識でございます。あと、実際取り組んでいる、面積でございますが、だいたい4760ヘクタールぐらいでございまして、例えばの、農地の約8割、5000ヘクタール、あ5000ヘ
ヘクタールを目標としておりますので、そこには近い状況、大体 95% ぐらいの達成率というふうになっているところでございます。で、経済効果という点で、もっと取り組みを拡大すべきだというご指摘でございましたけれども、今申し上げた通り、1回目の答弁で申し上げた通り、実際事務を担うのが困難だという組織も多いところからですね、広域化という観点で、事務を広く担っていただけるような対応も、県内でもあちこち見られるようでございますので、そういった方向も一つ検討していきたいと考えているところでございます。以上でございます。泉谷隆議員。農地の大規模化、集積をどんどん進めていこうということで、今国がそういうふうに動いているから、一部市もその動きに合わせて進んでいるんだと思うんですが、集積化を進めていくと地域がなかなか成り立たないですよということで、この事業があると思うんですよね。だから並行して進めていかないと、この事業は全く機能しないということになると思うんです。で、効果というのを私聞きたかったんですが、実はこの事業を取り組んでいる地区と取り組んでいない地区というのは本当にはっきりと分かる場所が実はあります。取り組んでいないところについては、水路の泥上げやってない、草を刈ったら刈ったまんま詰まってても誰もやらない、そういう状態の場所があると、そこはもう水があふれてですね、灌漑機も今だんだんこう水が落ちてきてますから、それほど目立ちませんけれども、灌漑機なんかはものすごい水があふれてどん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 道路に流れてきているという状況があるわけです。そうすると二次災害の危険がまた生じるわけですね。で、公共施設であるその道路なんかもやられるわけです。だからこれはしっかりと最低の、農地維持、これだけは取り組むように進めていかないと、地域が本当に崩壊してしまうんでないかなというふうに思うんですが、いかがですか。農政部長。はい、多面的機能支払い制度で地域のコミュニティが醸成されているというのもございますし、今議員ご指摘のとおり、農地が本来持つべき機能が発揮されていないという、こともある、そういった対応のためにですね、地元の皆さんのご協力いただきながらこの事業を進めているわけでございますので、できるだけ広くですね、私どもも必要に応じて説明会があればパンフレットを作って CD に書類を焼いて、説明会なども行っておりますし、先ほど来ありましたように土地改良区においても、なんとか事務の手伝いができないかなんていうことで、説明なども、お願いなどもしている経過ございますので、そういった、農業者のみならずいろんな関係する団体等と、今後のあり方というか、少なくとも維持向上事業について、取り組めないかというところについては、今後関係者と、協議をしてまいりたいと考えているところでございます。泉谷隆議員。防犯灯のことについて伺います。防犯灯、確かに本当に小さくなった集落なんかでは負担が大変だと、商店街でも大変だという話が今部長からもありましたので、ぜひ現場の声をですね、しっかりと聞いていただきたい、その現場の声を聞いて施策に反映をしていただきたいと思いますが、現場の声を聞く考えはありますか。市民部長。はい、お答えいたします。当然でございますけれども、この補助金の申請等にあたりましては、地区町内会の方々が窓口においでになられて、その申請の内容をやっていくわけでございますけれども、その際には申請書のやり取りだけではなくて、当然その相談内容も含めまして、やり取りをさせていただいているということでございますので、そういったことにつきましては今後とも引き続きやっていきたいというふうに考えてございます。泉谷隆議員。給食のまた戻りますが、公開経過ぜひですね進めていただきたいと思います。保護者市民、見てると思います。市がですね怠慢だと言われないようにしっかりと取り組んでいただくよう要望して質問を終わります。ここで暫時休憩いたします。再開を13時10分といたします。